わしは黒幕じゃないって青山先生が言っていたぞ。赤坂瀬です。警視庁刑事部捜査83課のめぐれた。ほんとよろしく頼むよ。素人刑事やん。ということで本日の企画、コナンの事件を解決しよう。はいはいはい、アニメの実際にあった話を解決していくと。はい、なんと今日は左京区の方で事件があったということで、赤坂瀬と目黒警部が来ている。お前果たして赤坂なんだ。本当にその格好は、これは赤坂だ。赤坂かモノマネを採点するやつだ。細かすぎて伝わらないモノマネ。近いかどっちかだ。お前はそれなんだ。その警視庁捜査83課の目黒梅田です。重曹ね。重曹ね。重曹ね。うん。ということで今日は推理力を、鍛える、企画になっております。チーンチンチーンチン。じゃあ事件の方は目黒警部の方から説明をお願いしてもいいですか。まあ、あの捜査一課の報告によると、ホラー小説家のドラクラ大輔さんから依頼を受けて、ドラキュラ荘と呼ばれる山奥にある彼の自宅に向かう小五郎、蘭、コナン一行の話です、うん、登場人物の完結はこちらだ。まず、ドラクラ大輔、50歳、ホラー職家と。で、その妻が、え、こいつはあの思いやりゼロ。全部ここに置いてるっすね。ここに、あ、なるほどね。この捜査一課、こいつは仕切りが悪い、俺が仕切る。まさかのアガサ MC。 まずあのトラクラだ。こいつは多分鍵を握っている。なんだろう、そう、うん、コウロウの依頼人で小説家の一番人気作家。普段からドラキュラの格好をしている。最近ではヒロイクファンタジー小説も書くようになり、女性派も増えてきているようだ。はい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 。トラクラ大好きな妻、年の差婚ということだ。加藤茶だ。趣味は油絵の制作で、心がベタ褒めするほどの美貌の持ち主。財産目当てか。そうかもしれない。人物3、北関東大学民族学研研究室に勤務してる学大生、高田文美としよう。年齢は山美か。どちらかというと主に吸血鬼伝説を研究しており、トラクラ邸にあるトラキャン古い文献を求めてトラクラ邸を訪ねている。人物バイル4、トラクラ大好きの書生の青年。小説の修行以外にも家事などを担当しており、優しい好青年でもある。小説家としてはホラー系ではなくファンタジー系の小説家。まあこいつは犯人じゃないだろう。好青年だ。はい、最後、学習館出版社の編集長だ。トラクラ執筆の依頼のためにトラクラ邸に来ており、トラクラに来月からの新連載の依頼をしていた。めぐる警部はこれ誰が一番怪しいと思う。これパッと見でトラクラ悦子、こいつはこいつの死を望んでいるとは考えられる。こいつが死ねばこいつに多額の財産が入ると考えられる。俺が一番怪しいと思ってるのは田所かな。なんだと、こいつは好青年だ。それもそんなことするわけない。ミスリードに繋がっているんだ。ファンタジー作家だぞ。では、事件発生。こちら。夜も更けてきた頃、田所が主催にこもっていたトラクラに連絡しても内線出ないと言い出す。トラクラは夜にも酒にも滅法強かったため、お、テリサー出身か。トラクラは。そこでみんなに主催で行ってみることにした。書斎のドアには鍵がかかっており、反応もなかったが、不審に思った一行はベランダの窓から書斎の中へと入った。するとそこには串付けにされたトラクラが映写機でライトアップされている。ほら、いやー、やはり死んだのトラクラだ。俺の推理待っていた。事件が起こる前から推理するやつだ。ポイント1、書斎に行くには渡り廊下リビングを取らないといけないが、犯行時間中皆はリビングにいた。なるほどなるほど。ポイント2、凶器の白木の杭はコレクションルームにあった。その犯行推定時刻は何時なんだ。犯行推定時刻はこちらの8時45分から12時。なんで8時45分だと分かるんだ。これは、8時45分死亡解剖したのか。いや、科捜研に持ってったのか。え、この部屋ですね。他チャンネルだぞ。科捜研の女で。だから死亡推定時刻というより、うん、犯行可能時刻ね。コレクションルームについてと書斎についての。あ、なるほどね。資料が多い。資料が多い。じゃあまずじゃあ書斎から見ていこうか。これはコレクションルームの資料を見ている。こいつは書斎を見ていこうという。コレクションルームを見てる。お前はもう明日から84だ。これ以上降格することあるのか。お前は明日から84。もう部屋がないぞ。警視庁のあまり有り余ったビルの中にも鍵がかかっている。密室と。で、渡り廊下を取らないといけない。撲殺してからわざわざ死体を十字架に貼り付けて胸に釘を打って殺害している。なるほどね、かなりの
因縁があったと。いや、おそらく違う。この事件現場に誰も多分入ってないんだ。なんかこのフィルム映写機とかを使って、多分壁にバコーンってぶち当ててんだよ多分。そんなことあるか多分経験が違いすぎる俺が青山さんならそうする。そんなことあるか釘ぶち込めるか入らずにで、暗幕についたセロハンテープ、最後の扉の前にある暗幕についてあった怪しげなセロハンテープ、何やら四角い跡があるようだ。映画を見るための映写機、死体はライトアップさせるためわざわざ部屋の中心に移動させられていた。死体発見時動いていた。二重の密室、書斎に行くためにはリビングを通る必要がある。窓の外には雪が積もっており誰かが出入りした形跡はない。書斎には鍵がかかっており、防音対策でゴムパッキングがはめられていたため、外から糸を使って鍵を閉めることは不可能だった。まずね、殺人において重要になってくるのは動機とアリバイです。だから、動機を推測するのとアリバイで、その中に、密室を解く。これは難しい。一回コレクションルームを見るか。コレクションルームの窓には鍵がかかっていた。どうやって盗まれたのかと、釘はポイントはね。コナンたちがコレクションルームに来た時には飾ってたけど、下に刺さった状態で見つかっている。でそのためコナンたちが戸締まりした後に釘が盗まれたと。なるほど。エツコの部屋、おお、エツコの部屋みたいな感じで言うなよお前。エツコの部屋はコレクションルームのちょうど真上にあると。エツコは事件当時頭痛がすると言って部屋で休んでいた。まあ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 、でもエツコは犯人じゃない多分。これは怪しすぎる。逆に、逆にそうなんだエツコの線はないと。どう考えればこの人物から、まずこの道筋でいこう。まあこいつはもう亡くなっちゃったと。うん、デスデッド、うん、うわぁ最高すぎるそこにも重要な情報がいやまあ一応そこで推測できるようには下辺ちばめてはいます、ね。うん、エツコの浮気調査があったのか。わかった。はい、俺わかったぞ。エツコの浮気相手はこの中にいるんだ。なるほど。います。ほらほら、こいつはでも このこいつと結婚する傾向から見て年上好きだ。つまり次に年上だ。48歳土井久美男だ。あー、見すぎるってということではないのか。だってこいつはまた家に住んでんねんだよこいつ。あ、じゃあ田所。じゃあ全然田所やね。じゃあ浮気で田所ですか。違います。じゃあ羽村ですか。はい。うわ、まあ羽村よな、犯人はな、さすがに。いや、違います。え、ちゃん浮気相手こいつで。いや、ね、面白いのが3組とも同期あります。3人ともあるってこと。そう、ここに隠されたストーリーが。多分田所はこれ簡単、もうよくある刑事ドラマでよくあるパターン。こいつの小説をめちゃめちゃバカにされた。違います。そうやん。あ、分かった。はい、分かった。いいよ。こいつはトラクラの家事をして担当している。でもこいつは毎日ドラクラの客をするそしてクリーニング代がバカにそういうことか動機弱すぎるわ。でもほんまちょっと当てに行っていい？多分こいつはトラクラのゴーストライターだ。正解です。うわ、どういったところだ。だからそのファンタジー系始めたっていうのと、こいつがファンタジー系の本当は小説家っていうなのにってことだな。こいつだけ都民名声終えているからロジャーです。ロジャー止めるとこロジャーすぎるロジャーの苦闘で。こちら、はい、真事実。彼女は父親の会社が倒産寸前の時にトラクラから融資する交換条件として結婚させられた。だが後に父親が契約化した理由はトラクラが裏で手を回していたからと判明。しかし気づいた時には父親の会社の名義もすでにトラクラの名前になっており、離婚すれば会社を倒産させられると脅されていた。ゴーストライターを要求。田所には香里という入院中の妹がおり、元日生まれの治療費と入院費をトラクラに肩代わりしてもらっている。トラクラを殺してしまうと妹の治療ができなくなるため、仮に恨んでいたとしても殺せない理由があると話している。なんかアニメでこう言い合いになったんかな。あんたも治療費もらってるやろみたいな。そうです、不倫してるやろとか。暴露大会始まったんかな。暴露大会が始まりました。はいはい、絵が浮かぶ7年前に株で失敗し借金をしており、トラクラに借金を肩代わりしてもらっていた。だがその代わりに月刊ホラータイムズの投稿小説の横流しを要求され、それを受け入れた上で盗作を黙認していたのである。まあ、動機はそんな感じですね。ちょっと分かんないね。
アガサってそういう毛のいじり方する普段枝毛とか女子かじゃコナンズヒント言いますか。ドゥルルルルルって言ってコナンが気づきました途中。あれれれれやん、おかしいぞ。最初にコレクションルームに来た時に釘から油絵の具の匂いがした。油絵の具やろ油絵の具って味噌汁みたいな感じの油絵しかしトラクラの死体に触っていた白木の釘からは油絵の具の匂いはしなかった。じゃあ違う釘か、つまり釘ね。うん、釘なんだよ推理するところは、いつ白木の釘を盗んだのかと、どうやって書斎までたどり着いたのか。普段何も考えずにコナンを楽しんでたわすごいな、こんな難しいトリックがあるのか。コナンとかはずっとリビングだった。でランドコナンとコレクションルームに行ったって行った後はずっとリビング。だからこの赤枠はアリバイあり。でも今でも田所しかおらんくない犯人。実際にファンに届けようとか白子いことを知って、なんかいろいろあやこやしてたみたいな感じなんじゃないですか、うん、ガニサス。でそれやとその白木の杭を見てからその足で行って、それがランとコナンの証言してたから田所さん無理やっていう。いやそれはわざとやねん、わざと見せといて俺はじゃないよっていうのにしたいんや。白木の杭は多分もともと用意してたね。とりあえず犯人は田所です。犯人、はい、犯人は田所です。ほらやっぱり犯人は田所なんだほらな。このまあ、まあ90点の回答。あ、そうですか。ほらほらやっぱそう、書斎に行ったのがおかしいね。最初にランとコナンに見せたやつは、うん、偽物の。そうやな。で、ある油絵の具の匂いっていうのはその塗ったんや。そう、ある油絵の具で塗った偽物のワイン届けた時にこの時点でも殺害して、で、家中の戸締まりをするって言って、うん、コレクションルームにもう一回行き偽物の杭を捨てた。でも、ここで田所反応します。でも僕が書斎に行きたとしても限りかかったトリックをどうやってやったんだ。あ、なるほどね。そう言います。じゃあそれを解くか。私よ動けよお前めぐりこいつは税金だろお前だただの怪しげなスローハンテープ四角い跡があるようだ。もしこういう機械設計お前の方が得意だろ。めぐりはゴリゴリの理系だからな、あーなるほどね。これはでもこのテープの四角い跡はフィルム映写機をテープが通ったっていう証拠の意味。はい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 、ここは関連してるけどね、うん、フィルムにもあのポツポツっていう穴あるやん。あーあるね、うん、どういう、あ、鍵のタイプは何ですか。鍵のタイプはですね指紋ですか、つまみタイプ。わかったこの部屋オートロックだったこれコナンが悩むわけないだろどういう鍵だった、つまみの。あ、これかこれですね。どんなんもなんか糸かな、ね、引っ掛けてくるくる回したんやろ、映画回して。正解です。ほら、てて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 。まんますぎないか、これがトリックが。まあ、愉快犯っぽく演出といって、実は密室を演出するための創作だったっていう。田所は同期は何でしたっけ。だから、まあ、ゴーストライターやってるって話よね。二つ、うん、同期、うん、こちらです。そして全てを知った田所は、板倉に復讐することを決意。うわ、ここまでやめなかった。ということでね、無事あの殺人事件解決したということでね、はい、このまま引き続きあの青空レッサンの方もお楽しみください。6時半からやってるけど。ではね、どうせ俺ら公開するの8時とかふっかふっか行きしろ、これ片付けといて。おい、ぐちゃぐちゃすんなよ。資料多すぎやろ、はい、頑張って作ったのに